金曜夜はアニメポケットモンスター。迷子の猿乗り、トレーナーはどこに？イエイ、次回のアニポケは猿乗りが出てくるんですよ。こんな風にリズムに乗って出てくるんですよ。次回のアニポケ、猿乗りみたいに紹介したいと思います。実はね、あそこに行こうよ。わかりました。うるさいな、暴れる君。金曜夜6時55分をチェック。